ちは。アトリの認知症予防動画です。一緒に楽しくゲーム感覚でやっていきましょう。今回は記憶問題です。5つの絵が出てきますので、それを40秒で覚えてください。その後にどの絵があったのか選んでもらう問題です。全部で3問あります。それでは早速やっていきましょう。第1問、下の絵を全部覚えてください。制限時間は40秒です。それではスタート。1問目は果物です。終了です。続いて、先ほどの絵にはどの絵があったでしょう。制限時間は35秒です。それではスタート。終了です。それでは答え合わせに参りましょう。この3つの果物がありました。皆さん待っていましたか。第2問です。下の絵を全部覚えてください。制限時間は40秒です。それではスタート。第2問は食べ物です。残り10秒。終了です。続いて、先ほどの絵にはどの絵があったでしょう。制限時間は35秒です。それではスタート。終了です。答え合わせに参りましょう。この3つの絵がありました。皆さん合っていましたか。第3問です。下の絵を全部覚えてください。制限時間は40秒です。それではスタート。
回の問題は動物です。残り20秒です。続いて、先ほどの絵にはどの絵があったでしょう。制限時間は35秒です。それではスタート。答え合わせに参りましょう。この3つの動物がいました。皆さん合っていましたか？問題は以上です。今回の記憶問題はいかがでしたか？脳は使えば使うほど若返ると言われています。一緒に認知症予防していきましょう。アトリの認知症予防動画はいかがでしたか？頭を使えば使うほど効果があると言われています。一緒に脳トレしましょうね。チャンネル登録もよろしくお願いします。